サンセバスティアンデラ・ゴメラは、スペインカナリア諸島州サンタクルスでテネリフェ県の、ムニシピオ。カナリア諸島のラ・ゴメラ島の首都である。面積は113.5平方キロメートルであり、2013年、の人口は8699人。サンセバスティアンの町同じカナリア諸島のテネリフェ島、ラ・パルマ島、エル・イエロ島に対して、サンセバスティアン港からフェリーが運航されている。 サンセバスティアン港はテネリフェ島からフェリーでやってくる観光客にとっての拠点である。バスターミナルからはラ・ゴメラ島の全域に向かってバスが運行されている。テネリフェ島はラ・ゴメラ島から日久岸で見える距離にあり、フェリーでは約35分で到着する。交通、貿易、観光などが経済の中心である。守護聖人であるグアダルーペの聖母を祀った。 フンタリアーナレーハイドがある。自治体の中心地であるサンセバスティアニ以外に以下のような集落がある。1440年のキリスト教徒のスペイン人がやってくる前にはグアンチェ族が住んでいた。クリストファー・コロンブスは1492年9月6日にこの町の港に立ち寄り、その後大西洋を横断してアメリカ大陸を発見した。コロンブスがこの島で滞在した建物は コロンブスの博物館となっている、アスンシオン教会さん、セバスティアンの街とテネリフェ等のテーデスさん、ありがとうございます。